最後のやり込みはシェンムー一生横須賀、努力と根性の70人抜き。さてどんな方法で勝ち抜いていくのでしょうかって、これだけっすか。そう、トラビシのみで70人抜き。トラビシとはいわゆるただのパンチ。この技のみで70人抜きなんてできんのかな。ほら来た、第一のボス。押されながらもなんとか撃破。さらに注目すべき点として、移動にもこの技を利用しているため十字キーも使わずに勝ち進んでいるのだ。まさにボタン一つだね。さあ来たよ、二人目のボス。こいつは武器を持っている厄介なやつだ。攻撃されるタイミングを見計らって撃つべし、撃つべし、撃つべし。やっと60人抜き、あと10人。そして出ました、ボス。でけえ。ぶっ殺してやる。お、いい調子。なら。こんなやつ、本当にパンチだけで倒せるのかよ。そして3分間の激闘の末、ついに勝利。あと1人だけど体力もあとわずか、慎重にね。やりました、ついに70人抜き達成。放ったトラビシ計584発、お見事。さて今回からスタートしたやり込みゲーマーズでは、やり込みビデオを大募集。優秀な作品は週刊ファミ通やゲームウェーブでどんどん紹介しちゃいます。収録テープは VHS もしくはミニ DV テープでも OK。VHS テープの場合はなるべく標準モードで録画してくれ。そうすれば君のやり込みプレイが綺麗な画面でこの DVD に収録されるぞ。全国からのご応募お待ちしてます。